今日はですね、このキャノンの G7X、これの星空タイムラプスモードを使って、普通の空のタイムラプス撮影してみたいと思います。どのように撮影されるのかご覧ください。いかがだったでしょうか。星空モードだとですね、星空しか撮れないんじゃないかなと思ってらっしゃる方多いと思います。これですね、普通の空とかも撮れますので、いろいろ工夫してみて皆さんも楽しんでみてください。それではまたお会いしましょう。はい、京介くんです。京介くんはカメラが大好きですね